これは、流域の自治体などで作る基礎川中流域観光振興協議会の今日の報告会で確認されたもので、報告会に出席した古田はじめ知事が定例会見で、今後予定されているイベントなどを紹介しました。これからもさらにアクションを具体化していって、まあ基礎川中流域の魅力を広域的に発信していきたいと。 川下りの復活に向けた試みとして10月26日から2日間開くリバートゥーサミットでラフティングやイ、e、ーボートによる渡しなどを行います古田知事は王子の日本ライン下りの魅力に触れながらも現時点で木製のボートを使うことは慎重に考えたいまずは可能な対応で始めてみるなどと述べました県や流域の自治体などでは 景観や集客につながる拠点の整備、海外の先進地域との交流を深め木曽川を地域資源として生かす方策を探っています。